おはよおはよう。う。うん。あ、鼻太ってんの？もうね、写真見せてあげる。鼻の写真？うん。あ、そう、綺麗だね。ね、枯れないで残ったの珍しいよ。珍しいね。ほら、あ、綺麗だ。写し方どう？綺麗、綺麗。綺麗に撮れてる。お前とってこれ縁起がいいの、これ触れてんの。ああ。なんかこう、これ縁起のいいの、テ砂レビね。の。うん。お寺の。うん。あそこ綺麗。いいでしょ？うん、綺麗に撮れてる。いいでしょ？あ、これね、これ撮ったんだ。ううん、綺麗ん。だ。ね。これ楽しみ。5枚撮ってさ、やっぱり葉っぱが半分しか取れてないとか、花が傾いてるとか、いろいろあるのよ。5枚撮って1枚だけとか。あ、見るとね。うん。いいね。楽しみ。こっちもつぼみ持ってる、ほら。水やりだけ、水を交換するだけでさ。こうやってほら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 。かわいいんだよ。かわいいね。ね。冬にちょっと枯れちゃうけどね。ああ、そっか。うん、でもいいよ、ほら、こうやって花が咲いてくれる。このつぼみが咲くって今までなかったの。刺すと咲いてる花だけ咲いて、つぼみがさ、ほら、日が当たんないから、花が弱って咲かないの。これはもうね、朝ちょっとつぼみになってて、今開いてきたの。で、また咲くんだよ。すごいね。それ、咲いたり、落ち一たり。箇所で一個かなと思ったら、違うの。一個咲いてんだろうと思ったら違った。違った。30分ぐらいこれ撮ってたね。今日はね、アジサイの花も、あれ頑張って赤くなって、普通枯れちゃうのよ、もう。あ、書いてあるじゃん。枯れちゃうんだけど、元気な花だから、アジサイも結構縁起のいいものだよ。やつでもいいし、幸せをかきやすい。縁起のいいものだけ出てる。まあね、気持ちいいだよね。そうだね。東北なんかいろいろさ、神社や先祖供養やりしっかりやって縁起を担いだりしてても、そう、気持ち一が家ね。で3人とか4人で亡くなったりするからさ、そただ本人の気持ちでこういう縁起のいいことやってればさ、う。そう、気持ちが大事。本当よ。悪いね、大したもんなくて。おいしいよ。朝はもう残り物なの、いつも。おいしい、おいしい。おにぎりとかさ。夜は普通に作るけど。チーズ買ってたね。チーズを乗っけると美味しいから。チーズ少なくなってたからさ。チーズね。なんだけど、ワールドカップもあれも面白くて、ハラハラドキドキしてさ。しょうもみんなさ、活躍してさ、優勝したからね。で、普段はニュースは見たり見なかったりだけど、ああいう大一番の時にさ、にわか不安になってみんな。面白いよ。オリンピックは面白い。オリンピックだって急にさ、こう応援したり、やっぱり日本人を応援して、それもさ、なんか自分の好みもあるんだよね。サッカーはあんまり好きじゃないの。もう、駆けずり回ってしんどそうじゃん、選手が。ああいうの見てるとなんかこっちまでしんどくなるから、サッカーはもう全然好きな選手もいないけど、野球はさ、合間合間に休みがあるから。で、普段は巨人とかいろいろ野球ある。あれは2時間から3時間潰れちゃう。他のテレビ見れないから、ああ、そうだね。普段の野球は見ない。惜しかった。どうどうした。も、どうも。本当に冷ましで悪いな。いや、惜しかった。冷ましで悪い。当たり前って思っちゃいけない。粗末なもの食べさせて。残り物で朝はね。横浜みなとみらいにやってきました。今日はね、前から行きたいと思っていたランドマークタワーのね、展望台に登ってみようと思います。まだね、一回も登ったことないんでね、今日登るのは初めてです。ここが展望フロア入り口ですね。10時から21時まで、1000円です。
69回スカイガーデンへとご案内いたします。前面のスピードメーターをご覧ください。最高分速は750m、時速にいたしまして45km で走行するこちらのエレベーターは地上 273m の69階まで約40秒で到着いたします。それではスカイガーデンに到着です。 Please take your time and have a pleasant time. Thank you.扉が開きますのでご注意ください。Door opening. Please stand clear. 楽しいね。すごいな。すごい。すごいね。景色が素晴らしい。夜景もね、綺麗でしょうね。そうね、東京スカイツリーが見える。あっちの方にね、東京スカイツリー、東京都庁とかもね、ありますね。ちょっとスマホではちょっと見づらいかもしれない。すごいね。すごいね。都庁、筑波山、スカイツリー、ディズニーリゾート、アクアラインとかがある。すごいね。スカイツリー。遠くの方は曇ってるからね。ちょっとアクアラインは見えづらいですね。あっちの方にこんもりしてる山が見えるけど、あれが筑波山かな。すごいですね。来てよかった。こっちは南東ですね。南東赤レンガ倉庫。すごい。この鎌倉、ね、すごいね。高いベイブリッジ、横浜ベイブリッジですね。これは山下公園。すごいね。いや、素晴らしい。ここ行きましょう。こっちは南西ですね。富士山、箱根、天城山が見える。あとあっちの大島、高尾山が見える。高尾山、そういう富士山が見えます。いいね。高尾山はこっちの方か。富士山が見れてよかった、こちら北西ですね。富士山、東京タワー、東京スカイツリーが見えます。いやすごいわ。遠くに富士山が見えます。ああすごいね。あっ
っちの方は東京ですね。ね、ビルがいっぱい建ってますね、東京は。すごい。はい、売店がありました。そうですね、トドックをね、注文しましょうかね。唐揚げセットとかある。ビールは地ビールですね。アルトバイチェンペレービールスナーどれかな。アルト横浜ビール美味しそうなホットドッグです。ビール、ね、富士山を見ながらいただきます。次は野毛山動物園にやってきました。まだね、一度も来たことないです。ずっと来たいと思ってました。ここをね、見学していきます。入場料はね、無料です。ありがたいですね。爬虫類館行きたいと思います。あ、すごい。ワニがいる。ワニです。寝てますね。ワニたちのお食事店、美味しいです。西側を引くことがある。ヤコザがヘビ。わかんないね。あ、いた、ちっこいヘビがいた。動いてる。琉球カメ。動いてない。インドシナウォータードラゴンいる？わかんないね。グリーンイグアナ餌が置いてある。あ、いた。イグアナ寝てますね。寝てる。ボール錦織でかい。でかいね。あ、上にもいる。ハミルトンガメ、うん、でかい。スッポンみたい。でかい。すごいね。ね、いろいろいるね。面白い。すごいね。インドクジャク、ね、白いクジャクだ。オスとメスかな、ね、2匹いますね。こっちはクジャクありますね。餌を食べてる。
キリンとシマウマがいました。シマウマ。久しぶりにキリンを見ました。仲が良さそう。仲良く餌食べてる。ダチョウだ。ダチョウ。グミ、メスです。ね。フラミンゴ、たくさんいますね。フラミンゴ。餌食べて。ここはコンドルですね。コンドル。オスとメス。ね、2匹いますね。上の方に。こっちはツキノワグマですね。ツキノワグマ。日本ツキノワグマ。こちら小町さん。北秋隆の牧場からやってきたみたいです。ね、なんか狭い檻の中でね、なんかかわいそうですね。三平オス。こっちも熊牧場からやってきたみたいです。寝てますね。気持ちよさそうに寝てる。ここは魚館。魚が見れるのか。ミヤコタナゴ。南メダカ。もうメダカ久しぶりに見た。かわいいですね。次は野江山公園展望台にやってきました。展望台へ、上がってみます。エレベーターがあるからね、便利ですね。展望テラス。ドアが閉まります。屋上です。おお、すごい。素晴らしい景色。展望台から見える景色、ベイブリッジ、山下公園とかね、見ますね。三浦半島、ね、あ、すごいですね。あっちの方が三浦半島ですね。すごいね。ランドマークタワーがね、見えます。観覧車も見える。すごいね。夜景もね、綺麗でしょうね。夜も来てみたいですね。あ、素晴らしい。狩りはね、ピオシティ地下で
醤油飲みします。酒造石倉、魚のあらす揚げ、これはおこぜの唐揚げ430円、すごいですね。クジラの厚揚げ、レモンサワーです。あったよ。よく言うわ。よく言うわ。湘南新宿ライブ、横須賀線、京急線、東急東横線、相鉄線、みなとみらい線と横浜市営地下鉄ブルーラインはお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。おいしい。おいしい？うん。もちもちする。お、すごい、麦飯だ。水をちょっと倍にしたけど、麦飯。もうちょっと少なくした方がいいわ、うん。柔らかいから。初めてだね、麦飯ね。うんうん。おいしい。おいしい？うん。うん、ご飯もすごい増えちゃう。いただきます。これがいいの、いただきます。感謝。当たり前と思っちゃいけない。そう。うん、教えられる、うんうん。なんかね、おいしいの。ほら、うん、ちょっとお水控えればいいよ、おいしいよね、うん。もうちょっとね。白米よりおいしいよ。うん。白米よりおいしい、もちもちして。いや、もっとボサボサした味かな。これが体にいいか。これ2割いたんだっけ ?2 割 ?3 割ね、2割。2割で、2割で、1号だから、3割だな。こっちは2号。2号入れて、こっちの2号入れ、1号半入れて、うん、1、2、3。3対1。3対1ということ。30% ぐらいだ。3割ぐらいいたんだ。うん。3対1ということは。白米7割。うん。3割ぐらいだな。3対1。美味しいじゃんね。うん。麦飯。健康にいいからね。うん。このぐらいで大丈夫。うん。家計にならないから。うん。白米は 1.5。うん。これを1.5。私は最初、こっち2号にして、麦を 0.5 にしても2割にしようと思ったの。うん。だけど、やっぱりこのくらいで大丈夫だわ。お米より安いでしょ。安い、安い、全然違う。全然麦飯の方がいいよ。お米はね、うん、5キロで3000円、うん、これを1キロで280円、うん、ということは5キロで、3000円ってことで1キロ300円じゃ、うん、300円じゃない、600円、うん、ね、うん、5キロで、5キロで3000円だから、うん、ね、1キロが600円、うん、だとこれは1キロ300円しないから、うん、半額以下で安い、うん、体にいいし、うん、まずいと思ったらすごい美味しい、はい、言ってんじゃん、美味しい、うん、麦飯美味しいよって美味しいわ、これ美味しい、うん、よかった。もっと麦を足してもいいみたい、うん、こんなに美味しいぞ、まずいだろ、まずい、ボソボソするだろうと思ったら、じゃあ、あとお水をね、少しもうちょっと控えめにね、うん、倍に入れたからさ、倍じゃなくて、いっぱい、1合分は水で1合分いっぱい入れて、うん、あと8分目ぐらいにして入れればちょうどいい。うん、おいしい。種類は結構売ってたの？何種類も。これだけだ。あ、1種類だけ。あと、もち米とか。もち米とかです。うん。うん。うまっ。麦飯はね、健康にいいから。そう、食べてまずかったらやめるけどさ、美味しい。美味しいね。うん。まあまあ、いっぱいだよ。うん。すごい、また、麦ってさ、うん、圧縮して、それで乾燥させるんだって、うん、自然乾燥じゃなくて、うん。ご飯は自然に乾燥させるじゃん。うん。だからね、増えるの、すごく。うん。
大きくなるんだ。うん、だから30分も下しておかなきゃいけない、うん、だから早めにもっと早く食べようと思ったら4時前にやった方がいいかも。30分浸さないとダメだから、うん、美味しい。こんなに美味しいとはね。美味しいわ麦飯。うん、うん、うまい。山形で麦飯は食べなかったの？食べたけどこんなに美味しくなかったよ。もっと麦を混ぜたのかね。作り方が違うのかね、昔の麦飯とね、うん、今の麦飯美味しいよ。なんか甘みが全然ご飯なかったから、うん、でたまにほら新米なんか出るとものすごい美味しく感じたのよ、うん、麦飯ってまずいなと思った。美味しいわ、こういうのは大丈夫だよ、うん、ね、美味しいもんね。で食物繊維が10倍以上あるからさ、うん、腸に腸の掃除をしてくれるから、いっぱい食べた方がいいよ、うん、いっぱいとかそんな今まで通りでいいね、うん、ご飯が余ってる。麦飯 100% で炊くとどうなのかね。いやー、それは嫌だよ。やってみる？いいんじゃない？あれしてやってみっか、うん、いやー、ちょっと、いや逆にしてこっちのいいお米を1本にして、うん、麦飯を 1.5、うん、にやってみるか、逆にして。そうだね、多めにね、多め、逆に、逆にね、逆にするの、うん、ね、うん、麦を多めにして、それで味はどうか。味はまあまあだったらさ、 1.5 だったらお水をさ、その倍だと3合だけど、うんうん、お水入れちゃいけないから2.5ぐらいの水を入れて、うん、うん、とちょうどいいかな、ね、じゃあ明日やってみるね、うん、逆にね、うん、美味しいね、うん、美味しい、マツカツはさ、その辺も考えちゃうけどさ、うん、逆にしてみるわ。明日美味しかった、いっぱいあるよ、だから余ってた、こんなにいっぱいわーっと3、少しでもいいね、量はね、じゃあね、うん、もうちょっと減らした方がいいな、うん、いいやん、ね、安いし量が増えるしね、うん、増えるからいいね。いや普通のご飯を1日やっぱり 2.5 は炊かないとな、うん、うまっ、うん、明日やってみる、うん、麦の方を多めに入れてみる、うん、糖尿病に予防にもね、そうそうそう、ご飯ばっか食って糖尿病なのね、うん、麦飯なら カロリーがあるからね、糖尿病予防になる、うん、食物繊維ってのは腸にいいからさ、うん、おいしかったよね、うん、少し水炒めにすればね、うん、ちょうど長時間蒸しておけばちょうどいいんだろうけど、うまい、炊きたて食べるからなんか甘めがあってさ、うん、美味しいね、うん、これはうまい。ちょっと塩を振っても美味しいかも。あ、塩ね、うん、軽く、そう、美味しいみよ、うん、おにぎりなんかちょっと塩振れば美味しいかも、甘めがあって、うん、おいしいわ。明日は早めにじゃあやってみるわ、うん、明日の朝はパンだからさ、そうだね、うん、パンも安いよ、うん、だって1回で1斤80円100円しないから、うん、別に30分じゃなくても別に長くてもいいと思うよ。そうだね、夜つけて、うんうん、うん、朝食べるのもね、そう、うん、別に 2,3 時間つけても大丈夫、そうそうそう、夜つけて寝ても大丈夫だと思う、そうそう、うん、それでもいい、朝食べるのはね、うん、そうだね、いや美味しかった、お腹いっぱい、はい、どうも、はい、おいしかった、朝マッサマね、美味しかった、うん、うまっ、美味しかった、懐かしい匂いがした、スミレの花時計、恋愛中ってもっと楽
しいと思ってた。好きになるのは簡単なのに、輝き持続するのは。ララ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 。今日と明日はあなたに会える。